山たまきちゃんを、ねるちゃんのチャンネルにお迎えして、お料理対決をします。お料理は得意ですか？得意ですよ。嬉しいですかね。ほぼは嘘つきとか言われてるよ。いや、ちょっと今日そういうの NG なんで、ちょっとやめていただけますか？すごいなって思ったのがさ、うん、一番最初に声かけてくれたのははーちゃんだったよな。クマみたいな服着てるって言ってたから。そうそう。そーっと近寄って、うん、私とのね、LINE のやりとりをさ、うん、やってるのを確認したこの人だと思って、うん、だからちょっと背後から声かければ、先制攻撃よ。そーっと来たもんね。そう。こんばんは、みたいな。ないのか、声がクリアに聞こえるとか言ってた。当たり前だよ。はーちゃん、ホテル着いてからさ、うん、めっちゃ動き回ってたよね。気づいた？気づいてた。緊張するの、横にいるのは。いいじゃん、ダメ。うん。そっち向かないで。どうしてそっち向くの？何？ちょっと。ん？んじゃないよ。ん？椅子が2個近くにあって、そこにソヤが座ってて、そっちに座ったと思ったら、立ち上がってちょっと遠くの椅子に座ってみたり、と思ったらなんか立ち上がって荷物ガサゴサし始めたり、こっち見てくるからどこにいたら見られないんだろうと思って。どこにいても見るわ。見るですよね。話してるんだから。いや、もう見つめてくるからよ、どうしようと思って。で、この後、二人でお泊まりして、ちょっと、いちか。先に風呂入ってこいよってネル言って、いちかちゃんがね、お風呂に入って行ったんですよ。ネルさ、ちょっとなんかすごい緊張が解けてさ、もうずーっと緊張してたから、こうお布団にゴロンってしてスマホを見てたら、気がついたら寝ちゃっててさ、ネルのいつもの放送開始前の10時半のアラームでパッて目覚めたの。それいちかがなんか髪の毛とかさ溶かしてて、やばいネル今いちかの前で寝てたと思って、初めて他の人間の前で寝たかもしれん。恥ずかしかった。ネルなんか絶対変な顔してたと思って、ね、ちゃんと決め顔してから寝ればよかった。あとね、朝食ブッフェに行ってきました。これ、いちかさんのね、撮らせてもらった話。オムレツの上に、目玉焼き、そしてシラス、さらに明太子という。卵だからね。これ写真で見るとなかなかのインパクトでしょ。でもご飯もなんかめっちゃ持っててさ、これじゃだけじゃ飽き足らず、これ食べたらお腹いっぱい。ご飯おかわりしてこよう。どこにご飯の腕をおかわりしに行ったのよ。まあ、ねるちゃんもね、まあもうちょっとご飯足りなかったのかなと思ってさ、ちょっと持ってくるのかと思ったの。そしたら、一杯目よりもいっぱい山盛りご飯を持ってきてさ、支離滅裂な発言行動で。大丈夫、私ボコボコにしちゃうんじゃない？ちょ、待って。ちょ、羽根のやつ見てたけど、うん。そこまで、あ、よし。ひなー、羽根の、羽根のある、羽根の。あ、抜かれたー、ひなー、抜かれたー、ひなー、ごめんな、羽根。ダメなの鍋。なんでスープなのヒナ。ヒナはみんながお肉食べてるところ、スープともやしだけ食べてる。ダメだよ。こんなにも肉が似合う女そこら辺にいないよ。まあこれモネルに負けたらお肉抜き、お肉抜きよ。あく取り。食べて、もう何でも持ってっていいよ。やったひな、これねるに負けたらもう肉なしだぞ。でもはねるない1位やんけ。
ったね、ひな。楽しかった、叫びすぎた、喉痛い。男の子、VTuber の犬山たまきちゃんを、ねるちゃんのチャンネルにお迎えして、一緒にお料理対決をします。はーい、お邪魔します。犬山たまきでーす。お願いしまーす。お料理は得意ですか？得意ですよ。あ、得意。いやもう料理歴といえば、うん、10分くらいありますからね。美味しいですかね。ほぼは嘘つきとか言われてるよ。いやちょっと今日そういうの NG なんで、ちょっとやめていただけますか。僕の大好きなちょっと羽根さんを汚すわけにいかないので、今日そういうの NG なんで、本当やめてくれません。温めた火。あ、まだまだだ。火温めてから置かないとダメだよ。あ、そうなんだ。普通は温めてから置くんだけど、うん、ホットプレートだから。まあ、大丈夫かな。温度調節？温度じゃないや。うん、うん、失敗しようがないから、うん、ハンバーグなんて。え、本当に？本当に今とても不安な気持ちでいっぱいなんですが。ハンバーグ失敗したこと自分の母親以外見たことないんです。そう、なんかその羽根ちゃんと今回コラボできたことについてのお気持ち表明があって。うんうん、何それ？そう、ねるちゃんもともとやっぱり外部コラボをあまりする方針ではないということをね、配信でお話しされていたから、ねるちゃんはもう鼻からすっごい好きだけど、絡むことによってこうねるちゃんにご迷惑をかけてしまうんじゃないかってことをすごく思っていて、あんまり私コラボをねしないのはちょっと人見知りなところもあるんで。あ、言ってたよね。ちゃんと盛り上げられるのか若干心配なのがあって、おもりつけたい。先生大丈夫ですかね。多分先生、先生見て。うわ、先生失敗しようがないから、うん、ハンバーグなんて。失敗しようがないから、うん、ハンバーグなんて。失敗しようがないから、うん、ハンバーグなんて。先生助けて。見るように言っとけばよかったー。先生ごめん。稲葉組の皆さん、あーほら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 、そこちょっとかじってみて。これ焦げたやつ、うん、ちょっと待って食べてみるね。作ったからにはねやっぱ食べないと、ね、うわ焦げてきた。なんかね岩食ってるみたい。岩みたいな味。岩食べたことないけど。じゃあちょっと一つお願いがねるから、うん、ちょっと名前をこ、はい、ねるちゃん、たまちゃんでちょっと呼んでもいいかなって。たまちゃん呼びよ。いいんですか。たまちゃんって呼んでくださるんですか。たまちゃんね、たまちゃん。もちろんでございます。もちろんでございます。もちろんでございます。もう、いやもうのぶ姫なんか捨てるので、もう全然もう羽根さん大事です。のぶ姫ちゃんも先輩ですから、私もね。アップデートもね。ちょっとねるたま呼びしとこ。お、ねるたま、ねるちゃん、たまちゃん、ねるちゃん、たまちゃん、ねるちゃん、やったー。やったー。やてて、てここ切り抜いて夜しころ。たまー、バイバーイ。ありがとう、バイバーイ。